素顔のギフテッド。クローズアップ現代や E テレでも紹介されたことがある14歳の天才数学者梶田光。2歳で九九を暗記、5歳で二次方程式を理解、11歳の時には数学の新定理を発見、その後2年で7つもの定理を発見している。小学5年で数検準1級合格、中学1年で数検1級合格。しかし小学校では学習内容の進度が合わなくなり、4年生の時はホームスクーリングで学習していた。本人は数学だけ学んでていいのか不安を抱えていたが、母親のずっとやってていいよという一言で数学に夢中になることができた。才能が開花したきっかけは、小学1年生の時に母親に買ってもらった400ページを超える数学の専門書、洋書を読んだことで、英語の先生に見てもらいながら3年かけて読破したそう。パソコンを覚えてからは作曲やプログラミングもこなしている。現在は天才キッズが集う孫正義育英財団に所属している梶田光さん、数学の研究の他にもロボカップにも挑戦している。